こんにちは、速稼塾の久保です。メッセージありがとうございました。久しぶりだったですね。もう今か今かというかね、もう忘れられたんじゃないかなと思いましたね。そうこうしているうちに私の方もですね、もう退屈なんで YouTube 部っていうのをね、速稼塾の中で作りまして、希望者の方 YouTube をどんどん上げていただいて、私はそれに動画で回答するってことをね、毎日やってますけども、今ね、1日平均5件前後の公開はしてるんですけども、私毎日ですね、これ45名ぐらいの方から動画をいただいて、その動画に対して45動画をね、3分から5分の枠で返信しているってことをやってますんで、毎日ね、やっぱり少なくても40とかね、多い時は、50ぐらいの動画を個別でやっているってことになります。もちろん、新規で速稼塾に入ってくださる方が昨日もいらっしゃいまして、今朝もいらっしゃいましたんで、感謝の動画っていうのを撮りますし、節目節目にね、やっていくこともあると思いますし、それからですね、毎日の速稼塾のコンテンツ更新、これもやってますんで、まあ100個はいかないですけども、結構な数ね、動画を毎日毎日作ってるかなっていうところでございます。はい、そこになぞらえてですね、原点回帰という話で今回いただきました。私にとって基本ってのは何かなってことなんですけども、結論言いますと、基本っていうのはやることっていうことになっちゃうんですよね。ちょっとわかりやすく言うと、基本っていうのは初日にやったことが全てだと思ってますね。これがいいかな。はい、例えば私2013年に速稼塾を始めまして、YouTube のアップロードもその時にね、ビジネス系を始めました。で、それを今まで1日でもやってないことがあるかって言ったら、やってるんですよ。で、やることがどんどん増えていったってことですよね。で、ここからちょっと分解してお話ししますけども、昨日行ったことを今日もする。今日したことを明日もする。っていうことになります。うん。で、わかりやすく言うと、サイトの作成なんですけどもね。サイトの作成って、私1万4000個作って終わったと思われたら大間違いで、昨日も今日もサイトっていうのを新しく作ってるんですよ。なんで作るかっていうと、これは、プレゼントなんですよね。誰かが使うためのサイトを作って、プレゼントしてるんですよ。URL 送信してるんですよ。だから、サイト作成を始めたのが、ちゃんと始めたのがね、2013年の7月20日だとすると、それから1日たりとも1個もサイトを作らなかった日っていうのはないんですよ。ね。で、プラス YouTube ってのを活用しだして、そこに YouTube もプラスオンして、それもやっているってことです。今となっては、1日の作業で絶対にやるものってのはかなりの量になりました。かなりのタスクになりました。作業種類で言うとね、いくつになるのかちょっとわかんないですけども、2時間ですね、でもね。2時間の間に大体私がやるべき作業、ルーチン作業ってのは収まっています。その後で、1日の空いた時間に返信動画を撮るっていうことが、パラパラと起きてくるわけなんですけども、ちょっといろいろとダラダラと分かりにくくなったと思いますけども、もう一回お話しますね。私の基本っていうのは、初日にやったことを1万日目もやっている、1日の切れ目もなくってことです。で、やってることがルーチン化していって、無意識にできるようになったら、その瞬間に次のことをプラスするわけなんですよ。次のことをね。で、今までやってたことは当然ですけども、そのまま継続します。基本ですからね。で、基本に戻るのはどういうことかって言ったら、私にとっては、一番最初に始めた1個のことだけをやるってことになります。ですから私は基本に戻ったことがないと言いますかね。未だに基本をやってるってことかなと思いますよね。そんな、回答でどうですかね。で、今となっては、YouTube がね、顕在化して皆さんのところに届く、私がやってる活動の代表格になってますけども、そんなことなくて、Twitter の発信も別に毎日してますしね、それから人と会うってこともやってます。で、先ほど申し上げました、サイトの作成もやってますし、だから今となっては、1万4000個のサイトで終わったわけじゃなくて、2万個に向かってるってことですかね。もちろんサイトの量産でアフィリエイトってことはありませんので、必要なサイトしか作ってませんけども、それでもね、1個も作らない日ってのはないですね。基本ですから。YouTube も1個も取らない日ってのはないです。あ、ここでちょっと吉谷さんにね、改めてここで報告なんですけども、私昨日ね、子供が生まれまして、ね、そのためにずーっとね、時間をかけて YouTube の発信もしてたんですけども、多分吉谷さんは私いっぱい YouTube 撮っても全然ご覧になってないかなと思うんですよ。ですので、ここで改めてね、お話ししておきます。昨日は襲名ライブもしまして、名前をね、発表するということもしましたけども、私の息子の名前はヤマトという名前になりました。久保ヤマトということでね、これから世界を本当に担っていくと言いますかね、そんなことも妄想しながらなんですけど、別に普通でもなくても何でもいいんですけども、普通も何もないですからね。
まあ、大和っていう名前を付けたということでございます。そこにどういう意味を持たせるかっていうのは、これから家族で少しずつ積み上げていくことだと思いますけども、これは余談になりますけどもね、まあ、私は大和に競争のない社会を提供しようと思います。それが最低限の親の役目かなと思ってるんですよ。競争のない社会って何かっていうと、将来お金を稼ぐためにどっかの会社に入る、その会社に入るために、学歴競争に巻き込まれる、こういうことはなくて、例えば生まれた瞬間に資産10億円とかポンと上げればもう競争しなくていいんですよね。特にお金のための競争とか稼ぐための競争、生きるための競争がないと思いますので、本当に自分の好きなことを見つけに行く旅を人生の前半でして、そして人生の後半ではね、本当に自分の見つけた大好きなことをやっていくっていうことをできればいいかなと思います、うん、だからね、子供が競争せざるを得ないとかで、競争の社会とかコミュニティに入るとそこにいじめがあったり問題があったり、争いがあったりするっていうのは、これなんか親の責任じゃないかなって私は感じるぐらいなんですよ。だから競争のない世界、うん、で本当に競争したかったら競争というフィールドに入っていけばいいと思うんですよ。スポーツをやるにしてもビジネスをやるにしてもいいと思います。ただ生きるための糧を得る、うん、ために、まあ仕方なく節約するとか、仕方なく誰かをね、誰かと戦って勝たないといけないっていうのはまあなくして、あくまでも競技として戦う分にはいいんですけども、どっちかが死ぬみたいなね、経済戦争の後にどっちかが死ぬと、一つのポストを争って自分が取ったら他の人は取れないとかね、そういうふうなところで、妬みとか逆恨みとか、うん、足引っ張りとかっていうのがあるようでしたら、そこにはまあ入れずに、そんなね無駄な人生を送らせるべきではないかなとも思っちゃったりしますけども、うん、勝手な理想ですね、こんなのはね。はい、そういう形でね、私の基本っていうのはどうだったですかね、お分かりいただけたですかね。まあなんか分かんないですけどね、どうでしょうか。はい、即家塾、億万長者合宿リメンバーということで、なんか1話に戻っていくってことなんで、まあいささか、1000話以降のストーリーをね、いろいろと、組み立てていた部分もあって、あ、まあそうなんかという、まあちょっとね、肩透かしというか、がっかりするところはあったんですけども、まあ気持ちを変えてね、じゃあ、新しいその吉谷さんのストーリーに乗ってみるかというところもあります。ぜひね、そのまま進めていただければと思います。まあそんなこんなで、11月10日あたりは、出産ギリギリだったんでね、車のイベントのことも全然返信もできませんで、すいません、行く予定は、気持ちはあったんですけども、行く予定はなくて、他にもトランザムのイベントとかね、数々、秋っていうのは、マッスルカーイベントを誘われたりもするんですけども、全然行けなくってね、今回は、出産に、フォーカスしました。誕生日、令和元年の11月11日ということで、1並び、1が5つ並んだ年で、これも一つのプレゼントだと思いますし、YouTube を発信している中でね、お祝いのお言葉とか動画とかメッセージを200件近くいただきました。これも生まれてくる大和くんへの一番最初の誕生日の一番大きなプレゼントになったのかなと、皆さんのおかげだなと思うばかりでございます。そしてね、まあ、話は二転三転するんですけども、やっぱり私ね、隠居してますけども、隠居していてもビジネスをしている時にやったことは全然やめてないと思います。結局自分がどこに行って何をしても、今までやったことを、新しいことをやるために今までやったことをやめるんだったら進歩がないって私は考えてるんですよ。まあ、ですので、新しいことをやる、でも昔のこともやる、同時にやる、そういうふうな感じで自分の力量が増えていって、タスクが増えていく、マルチタスクになっていくのかなと思います。はい、ごちゃごちゃ申し上げましたけども、原点回帰で、ほとんどの方が原点回帰って言っても、原点すら回帰するほどまで原点を飛び出してないと思うんですよ。本当にまだ基本すら構築してない時に基本に戻るって言っても、何言ってんだみたいな感じでね家の中をぐるぐるしていって、よし、そろそろ家に帰るかみたいなことを言ってるようなもんなんで、何なんだろうなとか思ってるところはありますけども、まあここで言う原点回帰っていうのは、基本をおろそかにして応用とかすぐに儲かるとか確実さみたいなのに飛び込むんではなくて、まず自分の内側を鍛えていきましょうってことだっていうふうに私は認識しています。私もいつも思いますけども、自分の内側で起きたことが、それがね、反映されるだけであって、自分の内側で何もしていなければ反映させるものがなくて、逆にですね、社会から自分の中に、影響をね、悪い影響を取り込んでしまうということになります。だから私は常に、誰かがやってくれないからとかね、何かが足りないからとかではなくて、今手元にあるカードで全て勝負していくものだと思っています。もちろんね、
そう考えられるのは久保さんだけでしょって言いますけども、そうなんですよ、私だけなんですよ。だからそう考えられない人はそれぞれの考えの元の延長線上にある人生を送ればいいと思うんですよ。でもそう考えられるのは久保さんだけですよね。だからそれを教えてくださいってことでしたら、速稼塾の塾生入りってことになりますよ。なんかね、その人それぞれみんな考え方違って、私は人の考え方に興味はありませんし、それを否定するつもりはもっとないです。ただですね、自分の考えを押し付けたりする必要はないと思いますし、あと何かね、自分で求めるものがあって成功したいと思うのに、自分は全く変化せずに、もしくはわずかな変化だけで大きなね、結果を求めようとしても、それはね、私の中にある経験則と学習の中にはそれに提供するアイデアはないんですよ。ですから、そんな素晴らしい方法をね、もうお持ちの方、世界中のどっかにいるかもしれませんので、探しに行ってもらえばいいかなと思いますし、少なくとも私のところに来る分には、その基本がパーフェクトになるまでやっていく。要するに基本っていうのは一生続くものです。っていうことは、墓場までね、基本っていうのはやり続けるってことだと思うんですよ。だから私はこれからも毎日のように一つ以上のサイトは作り続けますし、毎日のように45本以上の動画は作っていくでしょう。そして、この私のね、人生といいますか、振り返って人生ってのを何かなと思った時に、あ、これだけのことをやったんだな、すげえな、すごい自分はね、過去を過ごしてきたんだなっていうふうに、自分が自分の過去に対していつか評価できる時が来るんではないかなと思います。今はまだ自己否定感満載ですから、こんなもんではまだ足りないと、まだまだ自分は限界に達してないと、まだまだ手抜いてんじゃないかな、気づいてないことがあるんじゃないかなというふうに考えるばかりでございます。それではですね、ナイトライダーも込みで、これからもヤマト君も込みでね、お付き合いできることを嬉しく思っております。次のストーリーを待ってますんで、よろしくお願いします。基本は昨日やったことを今日もやり、今日やったことは明日やること。一日でもやめたらそれは基本が崩壊したということになりますので、応用編には進めないよというふうに結論付けさせていただきます。それでは失礼します。